チームふたば、たまささシスターズのご機嫌ラジオ。新年、明けましておめでとうございます。年が明けてすぐ会いに来てくれるなんて、もしかしてあやみお姉さんのセクシーさに魅了されちゃった隠してもお姉さんには全部お見通しだぞ。でも嬉しいな。本当はね、お姉さんもあなたに会いたかったの。今年もアダルトの魅力でみんなにたくさんサービスしちゃうんだから。うっ、きっつ。いや最後の何いや新年早々なんだよ。なんか悪いものでも食べたの？食べてないよ。おかしいな、昨日の夕飯に変なもの入れた覚えないんだけど。違うわ、失礼な妹だな。私はアイドルとしていろいろな方向性を模索してるの。キャピってるアイドルもありだけど、お色気路線もありかなって思ってさ。お色気？二十歳手前で未だに中学生に勘違いされるあやみが？言うなし。声だけお色気お姉さんの演技すればバレないんだから。声質で完全に丸分かりだと思うけどね。気を取り直して、皆さん明けましておめでとうございます。パーソナリティを務めます双子の妹の方、玉笹彩乃です。そして明けましておめでとうございます、みーちゃん、のーちゃん、そして玉笹かなのチームスタバを今年もよろしくお願いしますさすが我が妹よ、ちゃんと挨拶できたな。偉いぞかな。ちょっと姉妹でちゃんと挨拶ができてないのあやみだけなんだけど。はあ、何よ、何が。ねえねえ、みーちゃん、のーちゃん、やめようよ。新しい年だよ、仲良くしようよ。皆さん番組が始まるのお待ちかねだと思うよ。お、だよね。かな、ごめん。よし、やろう。この番組はガールズラジオチームふたばこと私たち玉笹姉妹の笑いあり涙あり、ドタバタありの赤裸々な日常をお送りするドメスティック系ラジオ番組です。双子の姉の方、あやみです。今年も企画いっぱい、やる気いっぱいで頑張っていくのでよろしくお願いします。てわけで早速番組始めていくか、せーの、ごきげんラジオスタート。この番組はネクスコ中日本ドワンゴの提供でお送りします。チームふたばの番組をお聞きの皆さん、こんにちは、ガルラジチーム藤川です。メインパーソナリティのあゆちすずです。え、白糸ゆいです。金目なぎさです。私たちナンバーワンチームを目指してガーリーでラグジュアリーな番組ラジオ藤川ステーションを放送しています。皆さん、よければ聞いてください。よければじゃないよ、みんな必ず聞いてください。二人ともまあまあ。ってわけでこんな感じでお届けしてます。言葉の乱れは心の乱れ、イエーイこのコーナーはビジネスシーンで使われる分かりづらいカタカナ英語とか見たことのない漢字で構成された4文字熟語などなど、難しい言葉を正しく使いこなしていこうというコーナーです。担当は双子の妹、玉笹彩乃、はい、それとはい、このコーナーで一緒にお勉強する最愛の妹、カナです。はい、オープニングはお騒がせしましたけれど、改めまして明けましておめでとうございます、玉笹カナです。はい、あの初回の放送ではね、私たちのちょっぴり恥ずかしいところを見せてしまいましたがいやでも2回目となる今回からはそうはなりません。リスナーの皆さんにもためになるコーナーにしていこうと思います。私も見識を広げられたと思うねえ。二人で頑張って言葉のお勉強していこうね、うん、そんじゃあ早速今回のお題となる言葉を見ていこっか、うん、今回勉強するのは四文字熟語だね、うん、八面六臂、八面六臂だよ、うん、難しい漢字が含まれてるけど、カナは聞いたことあるかな。八面六臂、一応耳にしたことはある。え、すごいね。決まり文句として漫画でも本でもよく使われるから知ってるよ。知ってたのか。もしかしたら意味もわかる？確かいろんな方面で力を発揮することみたいな意味。その通り
り大正解、でも不思議な言葉、8つの面に6つの美、語源まで知ってる人はさすがに少ないんじゃないかな。調べたところによると、8面はそのまま8つの顔、6尾の尾は、まあ、肘とか腕のことを指すみたいだね。アシュラみたいに顔と腕がたくさんある仏像から多方面で活躍することの例えとして生まれた言葉なんだって。なるほど、語源は仏様、ナムナム。とりあえずこの言葉を使えるようになるため、身近な題材で例文を作ってみようか。うん、それじゃあスタート。八面六臂かな。結構決まった用途で使う言葉なのかな。5、6、7、8の面。おっと、八の面、絵を描いているのかな。よし、はい、できたできた。私もできたよ。本当に、どっちから行く。じゃあカナの例文から発表してもらおうかな。それじゃあ、じゃん。のーちゃんは我が家の家事で八面六臂の働きを見せる。いつものーちゃんが家事を担当してくれて、とっても助かってるから。どういたしまして。まあ、たまに手抜き料理とかしちゃうけどね。のーちゃんのご飯は漏れなく美味しい、自信を持って。そっか、ありがとね。でもなんか書いてあるの違うような気がするんだけどね。八面書いてみたよ。顔が書いてある気がするけどね。そっかそっか、でもありがとう。はい、じゃあ私も例文を見せようかな。勉学においての八面六臂とはまさしくカナのことだ。カナは本当に勉強できるからね。学校のテストでもよく100点取ってくるし。私自身としてはまだまだ精進が足りないと思う。でもありがとう。いいえ、これからも頑張ろうね。なんだかこの上なくいい感じでこのコーナーがまとまったんじゃないかな。それでは言葉のお勉強、次回も。何？どうした？みっちゃん。ずるい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 。あやのとかなだけイチャイチャしててずるい。うるさ。急に大声を上げるな。私も何八面六臂言えてないじゃん。読めるやつやって、私も自前愛の確認でキャッキャウフフしたい。何を急に言ってるの。もしかしたらみーちゃん傷ついちゃったのかも。みーちゃんを入れた例文を作ってあげた方がいいと思う。終盤に、ま、作るのは別にいいけどさ。でもあやみが八面六臂に活躍できるシーンなんてなくない。そこをちゃんと考えるってのがこの企画の肝でしょ。趣旨理解してんの。こいつ、カナが言ったからって調子乗ってんな。みーちゃんはきっと悲しいはず。一緒に八つの顔描こう。八つの顔。まあカナが言うのなら、まあ、そうだな。1、2、3、好き嫌いなくよく食べるから。あやみは玉笹家の食卓では八面六臂の活躍を見せるとか。みーちゃんは苦いものがダメだよ。あ、そうだよ、そうだった。ちゃんと顔描いて考えて。それはどういう…ちょっと、それで終わり。玉切れ早くない。さすがにもう少し思いつくでしょ。いい、私が活躍できそうなところ。ねえ、見事に思いつかなくて。諦めるなよ。頑張れ。なんかある、なんかあるはずだから。私のこと褒めて褒めて褒めて。残念だけど。思いついた。今したためる。本当に？よし、かけた。はい、玉笹家ではみーちゃんに PC 作業を頼むと八面六臂の活躍を見せてくれる。ああ、そう
そうだね、言われてみれば夜遅くまでパソコンで動画やら音楽やらいろいろやってるからな。うんうん、我が家で一番パソコンに詳しいのは間違いなくみーちゃん。そうじゃんそうじゃん、私には PC スキルがあるじゃん。まあみんな IT とかアプリとか詳しくないみたいだからね。いやー、そういえば最近両親からもアプリのダウンロードとか迷惑メールガードとか頼まれてたわ。みーちゃんは我が家のパソコンの大先生。やっぱりそこまで褒められると照れちゃうな。まあまあまあ一面の事実ではあるけど、なんかどことなく結局身内の恥を晒してしまったような。得意分野を伸ばすのは大事、問題ない問題ない。おお、そうだね。うん、それじゃあまた次回も私と一緒にお勉強しよう。玉笹シスターズのご機嫌ラジオ。探し出せ双子の殿堂入り。というわけでこっからは双子の姉あやみと双子の妹あやのの2人で MC 担当します。よろしくお願いします。お願いします。このコーナーはですね、双子だけどあんまり趣味の合わない私たちが動物、音楽、書籍、旅行、映画、スイーツ、ファッションブランドなどなどありとあらゆるジャンルを探って意見が合致する双子の殿堂入りを探っていこうというコーナーです。はい、はい、見つかるのかな。私たち趣味だけじゃなくて性格も結構違うからな。まあ私も不安だけど、でもこれはカナの発案したコーナーだからね。二人のシンクロする部分を企画にしようって。二人のシンクロ、まあカナが言うなら信じるしかないか。そんで今日のお題は、今日のお題は旅行だね。行き先はどこがいいかって部分で意見を合致させる感じで、旅行かいいよね。やっぱバリとかサイパンとか南国リゾートかな。飛行機から降りたらさんさんと太陽の光が降り注いでて、ちょっと派手な水着着て、カラフルなトロピカルドリンク飲んで、免税店でショッピングして夕日が沈むところを見ながら浜辺のレストランでディナー、そこで気分が良くなって、もうみんなここで一杯をおごってあやみお姉さんを酔わせてなんてこと考えてたでしょう。お姉さんを酔わせてから一体どうするつもり？あんまりエッチなこと考える人は目だぞ。やめろ、やめてくれ。色気ゼロの中学生が背伸びしてるみたいでいたたまれないから。あと酔わせてとか言ってるけどお酒はまだ飲めないだろ。色気あるしないし。綾乃は同じ顔してるからわからないだけなんです。私はアイドルとしてそういう期待にバッチリ応えなきゃ。何噛んだね。まあね、私はね、アイドルとしてそういう期待にバッチリ応えていかなきゃって思ってるの。熱くなっちゃった。噛んだけどね。熱くなりすぎちゃったから。ほんとね、無用なやる気と妄想だけ無駄に発揮するね。そんなことより綾乃の行きたいとこってどこ？まあ旅行の話か。私はそうだな、温泉に行きたいな。あ、宿泊先はもちろん純和風の旅館で、到着したらすぐ熱い温泉入って浴衣で温泉街を歩いて、温泉まんじゅうをパクつきながら足湯とか入って、宿に戻ったら、旬の船盛りとかお鍋とか揚げ膳に据え膳してもらうの。想像しただけで最高。ババクサー。はぁ、もっとパーッと遊んだりはしゃぎたい気持ちとかないの？お前ははしゃぐ元気があるならもう少し労働に向けろよ。それはそれ、これはこれ、ニート、ね、どういう区切り？まあ、旅行やっぱり意見合致しそうにないな。私は派手に遊んで綾乃はまったり落ち着きたいって感じ。真逆だよね。つかさ、あやみってあんま家から出ないのに旅行とかは行く意欲あるんだね。なんか凄まじい嫌味にも聞こえるけど、もういいや。そんなことないよ。まあそりゃ旅行は楽しいからね。楽しいことは大好き。ぐるぐるアースってすごいんだよ。最近これにハマっててさ、世界のいろんなとこ行ってるんだ。ぐるぐる
うん、ぐるぐる。ああ、ネットで世界中のいろんなところに行けるやつ。そう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 。VR 使ってみるとめっちゃすごいよ。本当にその場に行ったみたいな気分になれるからさ。何よりお金かからないし。あ、それはいい。でしょ。旅行のチケットとか借りにもらってもさ、だいたい航空券じゃん。そうそうそう。お土産とか宿泊料費なんか旅行費とかはまあ人脈結局こっちで持つわけじゃない。そうなんだよな。そこのお金がね。ね。うん、あとね、基本単独行動だから好きな時に好きなように動ける。ツアー旅行みたいに行動とか時間の制限もないよ。あー、いいね。ほんとツアーだとさ、お手洗いのタイミングとか気にしたりさ、お土産を買う時間も決まってたり、そう時間内に無駄なくこなそうみたいな意識が働いて全然楽しめなかったりするんだよね。なんかリラックスするための旅行にはならないっていうか。あー、リラックスのためならぴったりかも。好きな時に好きな場所へ好きなだけいられるし、自由だよ。いいじゃんいいじゃん。興味出てきた。その VR、それってどこでやれるの？私の部屋だけど。ってことは今回のテーマは旅行だから、私たちの意見が合致した旅行先は我が家？いやー、いや、家は旅行先にならないでしょ、さすがに。まあ、大体の人は自分の家好きだろうしね。いや、もう尺ない。今回はあんまりパッとしない結果だったな。本当に私たちで一致するような事柄なんてあるのかな。頑張るしかないっしょ、カナのために。あ、そうだった、カナのために。よし、次こそは殿堂入りを見つけてみせます。三姉妹 CM早口言葉編、のーちゃん準備できた？うん。じゃあ行くよ。チャレンジする早口言葉は、奔放の芳醇な方向の巨峰、後方も梱包して方々の本数に上位だよ。なんて。じゃあもう一回ちゃんと言うね。うん、お願い。チャレンジする早口言葉は、奔放の芳醇な方向の巨峰、後方も梱包して方々に本数して上等だよ。3回連続で言ってもらう。勝負は1回のみ、成功したら最高級の巨峰がもらえるよ。頑張って。わかった。ミスは許されないってことだな。よし、いつでもいいよ。ではスタート。奔放の芳醇な方向の巨峰を後方も梱包して方々に奔走して贈答。奔放の芳醇な方向の巨峰を後方も梱包して方々に奔走して贈答。奔放の芳醇な方向の巨峰を後方も梱包して方々に奔走して贈答。言えたよね。言えたよね。むっちゃん、頑張ったよ。あれ言えたよね。あれ、カナちゃんは失敗したので、ねえ、嘘、カナ、ご褒美なし。カナ、次こそ成功してご褒美ゲットだよ。ねえ、私にもやらせて。いくよ。奔放の芳醇、お、なんだっけ。飛び入り参加のみっちゃんも失敗です。二人とも残念な結果になってしまいました。まあ、まさしく双子ですね。はい、このコーナーでは CM を募集しています。ぜひガルラジ公式アプリからご応募ください。タマササシスターズのご機嫌ラジオ、ラストのコーナーはもちろん絶対スーパーウルトラベリー級大会なんじゃん。なかった、コナメ変わったんだった。それでもなかったけどな。言わせて。はい、いくよ。あやみのアイドルレッスン1、2、3。というわけで皆さんお待ちかね、このコーナーは私こと玉笹あやみがゴージャスでマーベラスなアイドルになるためリスナーさんたちに導いてもらいつつ華麗なサクセスロードを駆け上がっていくというコーナーです。そしてプロデューサーの玉笹かなです。よー、みーちゃんが立派なアイドルになれるよう魅力ながらお手伝いしていきます。いよいよ今回から本格始動だね。はい、ここからは私の一挙手一投足が一挙手一投足が伝説の始まりになるはずだから、はい、隅々までお聞き逃しなく。隅々までって言っても
いけない想像をするのは目だからね。目、変な妄想しなくても、お姉さんのあふれる魅力で皆さんを虜にしちゃうんだから。あのキャラを演じるのはもう好きにすればいいけどさ、ちょっと対面の私にウインクかますのやめて。だってさ、目の前にいるから仕方なくない？のーちゃんも今回から参加？うん、そうするつもり。あやみがアイドルで、かなはプロデューサーでしょ、それだったら一般人目線が誰か必要かなって思って。なるほど、うん、一理ある。それじゃあ早速3人で始めていこうと思う、うん、まずは前回出したお題をみーちゃんがきちんとこなしてきたかの確認から。前回のお題はアイドルらしい挨拶を考えてくること。初見の人でも印象に残るインパクトのあるやつだったね。はい、任せなさい。もうめっちゃいいやつ考えてきたからね。だよ、もう発表したっていい感じ？いいよいいよ。 CM とか挟んで引っ張ったりする？いや、いいから早く発表して。じゃあ行きます。はい。パルプルポポルプピルピルピー、みんなのアイドル玉笹あやみだぞ。なんて？みっちゃん、もう一回お願い。いいよ。パルプルポポルプピルピルピー、みんなのアイドル玉笹あやみだぞ。ツッコミすら、ツッコミとかいらないし。何その冷めた反応、可愛いでしょ。いやいやいや、まあ、似たような音並べててとにかく覚えにくいわ。パッパッパッポポパッ、わかんないけど、知らないけど。パルプルポポルプピルピルピーだよ、ちゃんと覚えて。それはどういう意味なの？え、あ、まあ意味だけは聞いておこうね。ほら、なんかあるんでしょ、そのポッポッピッパ なんとかって言葉にね、設定が。意味とかは、その…ないんかい！悪い！可愛いかなって思う感じに並べて言葉作っただけだし、この、やっぱり意味がないとダメだったりする？意味は別になくてもいいと思う。お、それじゃあ！でも、その言葉がみーちゃんをちゃんと表現していないとダメではないかと思う。みーちゃんがどういうアイドルをやりたくて、その挨拶にどういう気持ちを込めたのか、きちんと説明できるなら私はそれでもいいと思う。まあ確かにインパクトがあって短い言葉なら何でもいいやって思って作ったかも。それだったら別のアイデアを考えた方がいいかな。正論だわ、さすがかな。そういうことなら案を変えるか。でも別のアイディアって何がいいんだろう。あんまりアイドルらしくとか考えずに、無理せず背伸びせず、そのままのみーちゃんでいいような気がする。そのままの私？はい、みーちゃんは双子で19歳、アイドル志望で、音楽が好きで、海出身。ふむ、地元を使うのはいいかも。挨拶に公衆弁を取り入れるっていうのは？公衆弁、ゴイスとかズラとか誇張とかそういうのだよね。はい、そういえば普段あんま使わないね。方言の中でも結構独特っていうか、まあ、ブサイク方言と世の中の一部からは言われてるしな。ブサイク方言って失礼だよね。まあでもアイドルがそんなこと言われてる方言使うって。でもちょっと力が抜けてて親しみがあって私は好き。みーちゃんにもぴったりだと思う。そう、かなが言うならそうしようかな。それだったら、そうだな、私と一緒にワニワニしようって呼びかけたりとか。普通はこんな使い方しないけど。ワニワニするってふざけるとか落ち着きがないとかそういう意味だっけ？そうそう、肩肘張ったり大真面目にやるのはやっぱ私苦手だしさ。アイドルやる時も応援してくれる人と一緒に騒がしくワイワイやれたらなって思って。なんか説明すると恥ずかしいな。とってもいいと思う。みーちゃんの気持ちが素直に出ているのが一番。じゃあ私の挨拶は、どうもどうも玉笹あやみです、今日も私と一緒にワニワニしようって感じ。なんかもうちょっと持った方がいいような。シンプルな方が覚えてもらいやすいんじゃないのかな。前に同じ。じゃあアイドル玉笹あやみの挨拶が決定した。
イエーイ、みんな私と一緒にワニワニしようね。うん、まあポピポピ言い出した時はどうなることかと思ったけどね。まあ決まってよかったよ。うん、それじゃ次回のお題を決めないとね。ああそうだった。前回はアイドルの初歩として挨拶を考えてもらっただけだから、うん、アイドルレッスンは今回から本番。アイドルレッスン、期待と不安が半々って感じだわ。みーちゃんに対してこんなアイドルになってほしいっていうレッスンを募集したところ、たくさんのお便りをいただきました。感謝の限りです。それはね、もう本当嬉しかった。お便りいつも来なかったらどうしようって不安だったし、みんなありがとう。こんなバカ姉に本当にありがとうございます。 お、 お便り全部に目を通して私とのーちゃんで協議してみた結果、みーちゃんへのお題を決めました。僭越、うん、ながら私が採用のお便りを読もうと思います。よし来い。はじめまして、無限装天式カノンと申します。たまささシスターズのご機嫌ラジオ初回放送拝聴しました。姉妹ならではの仲の良さと日常感が覗けて、もうとっても楽しかったです。あ、嬉しい。嬉しいな。これからも陰ながらひっそりと応援していこうと思っていたのですが、うん、なんとあやみちゃんがアイドルを目指すとのこと。実は私はいわゆるドルオタ、おー、うん、アイドルオタクと呼ばれる人種でして、可愛くて尊い女の子アイドルが大好きなんです。尊い女の子私じゃん。アイドル、うん、アイドルデビューを目指すならば及ばずながらお手伝いしたく存じます。あー嬉しいな。あやみちゃんにやってほしいのは、ズバリ演技力を鍛えること。演技力、アイドルには歌やダンスなどいろいろな能力が必要になると思いますが、演技力もそのうちの一つです。演技力から、演技力テストから、うんうん、あやみちゃんにどういう魅力があるのかを引き出してもらえたらと思います。うんうん、では次回も三姉妹の魅力にあふれた放送を楽しみにしていますということです。メールありがとうございます。ありがとうございます。私は根性を鍛えるためにフルマラソンとかやらせようと思ってたけど、はあ、まあもしかしたらあやみにあるかもしれない魅力とやらを引き出すのには、まあ確かに大事だからね。この方のメールを採用したよ。あやのの個人的感情を私にぶつけようとしてない？してないしてない。してるよ。んいや、そんなことより演技力、いいじゃんいいじゃん、私めっちゃ得意だよ。というわけで、次回のアイドルレッスンは演技力テストに決まりました。イエーイ。みーちゃんの魅力を伝えられるよう頑張ってね。任せといて。次回のお題も決まったところで、今回はこんなとこかな。うん、そうだね。うちのあやみにどんなアイドルになってほしいか、どんなレッスンをやってほしいか、希望をご記入の上でお便りをいただけたらと思います。ガルラジ公式アプリからのご応募よろしくお願いします。お願いします。みーちゃんを立派なアイドルにするのはあなたかもしれないです。さて、続いてはネクスコ中日本からのお知らせです。はい、ネクスコ中日本の藤田幸乃です。今回はチーム双葉の拠点である山梨県についてお話ししちゃうぞ。私藤田幸乃は何を隠そう山梨県が大好きなんだ。特に清里高原が大好きなの。高校時代は由緒正しいカトリック系の女子校だったからお祈りに来たし、大学時代は生鮮寮のジャージー牛のお世話を手伝いに来たな。その後も清里が好きすぎて夏休みに旅館に住み込みで働いたんだ。懐かしい。それからあれは3年くらい前の夏かな、富士急ハイランドに行った翌日に河口湖や山中湖を巡って笛吹フルーツパークまで行き、氷水でキンキンに冷えた桃を丸かじり、あー美味しかったな。あとあと近くでちょっと怪しげな流しそうめん屋さんを見つけてみんなでワイワイしたな。懐かしい。あらやだ、もうこんな時間だわ。みんなのお気に入りも教えてね。はい、
ってなことで藤田ゆきのがお送りいたしました。スタジオにお返しします。というわけで、玉笹シスターズのご機嫌ラジオ第2回もいよいよエンディングです。いかがだったでしょうか。ねえかな、どうだった、楽しかった。とってもコーナーもちゃんと動き出してきて面白い。やっぱりリスナーさんたちから学ぶものは多い。私のコーナーにあんな熱烈なメールをくれる人がいるなんて、これからもビビッとみんなを魅了していかないとね。次回はどういうアイドルキャラでいこうかな。まさか毎回違うキャラ試していくわけ。そうだよ、私というアイドルにどんな可能性が秘められてるかわかんないからね。私は毎回それを目の当たりにしなくちゃいけないのか。でもいろいろと試していくのは大事、だよねだよね。さすがカナは話がわかる。カナがそう言うなら、でもあまりにひどい場合は遠慮なく突っ込むからな、そういう客観的な視点も大事。カナは別にいらないんだけど。いやーカナはさすがバランス感覚があるね。さてそれじゃあ名残惜しいけどお時間が来てしまいました。次回もまたお楽しみに。ということでここまでのお相手は玉笹彩乃と玉笹かなと、みんな一緒にワニワニしてくれた玉笹あやみでした。またね。この番組はネクスコ中日本ドワンゴの提供でお送りしました。ガルラジチームふたば第2回、玉笹シスターズのご機嫌ラジオプラス、うわーい皆さんこんばんは、玉笹あやみ役の柴田芽衣です。皆さんこんばんは、玉笹あやの役の笹原優です。皆さんこんばんは、玉笹かな役の赤尾ひかるです。はい、2回目ですね。終わりました。どうでしたどうでした。結構コーナー進む、ね、結構いろいろ2回目ですからね。なんかあやみのレッスン名が前回と違くてまた違うよってなって、ナイスツッコミだな。そう気づいた方はいるかと思いますけどね。そうお便りも読んじゃったりしてね。でね、レッスン名がまともになったかと思ったらとんでもない挨拶を。そうパッポ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 ルピーピルピー。かわいいけどね。ね、本当に意味はないですね。そう。緊張具合はどうだった。ああ。私この台本の柴田さんの緊張っぷりは前回と比べてどうですかねって見て家で、あっやっちったそんなこと。でも1回目からね別にかんなんかまあそのなんていうんですか本編以外のところで感じてましたね、なんか眠れなかっただとかそういうところでは感じてたけど、でも喋りはね全然1回目から全然、しっかりよかった進んでて、今回もね今回も全然、最初から緊張よかった見えなくて、そう今回あれでしたね、ゆるゆるしすぎて噛んじゃったんだよみんな落ち着きすぎて噛み噛みだった。そう家感がすごいんでね、これあの差し入れとかもねいっぱい美味しいのいただいたりね、そうすごいあの家感が出てしまいましたね。そう楽しかったんですよ普通に。ピってそうそうこれ気づく人どんだけいるって、まあ、ほとんど気づくんだろうなって思ってたんですけど、ピーちゃんって呼ばれてるからピだと思って時々ピはって言ったりする。ピピピってそうすごいあの突っ込みづらくて、そう中の人やーんってなって、なって中の人やーんっていう突っ込みも言うわけにはいかずもうすってねえかなねって歌ったりくしゃみしたり、そう今日はというか第2回にしてだいぶあの自由度が増しましたね。増しましたね。どうなっていくんだろ う, そう本当に家になっちゃうんだろう、ね、アドリブだらけの全部アドリブみたい台本はい、そんなところで、はい、私たちからお知らせがあります。はい、はいはい、ガルラジの新たなラジオ番組が始まります。はい、二刀春香役、本土楓さんと
手取り川ミルー役長縄マリアさんの本土長縄のガルラジ情報局、はい、毎週土曜日文化放送エジソン内で22時40分頃から22時50分頃を予定しております。はい、はい、初回放送は1月5日です。はい、はい、こちらね、あの2人がやってくださるんですけれども、うんうん、もしかしたらたまにね、いろんなチームがゲストに行くかもしれないしって感じなので、皆さんぜひぜひぜひやりたいですし、あとなんかいろんなねチームの話とか、うんうん、本当に素でいろんなことをお二人がそうチームについてねいろいろ話したり、ガルラジとはみたいなことをお話ししてくださるみたいなので、双葉とは聞きたいですね、私たちも、ね、なんて言われるんだろうねドキドキです ね、 ね、結構結構しっかりしてます、しっかりしてます、素晴らしいチームです、素晴らしいチームです。はい、皆さんぜひ聞いてみてください。はい、はい、そしてそろそろおしまいの時間になってきました。わ、はい、あと私たちとおしゃべりが聞きたいっていう方にお知らせがあります。はい、はい、ガルラジ公式アプリでおまけトーク、玉笹シスターズのご機嫌ラジオ秘密を聞くことができます。秘密、秘密だぞ無料アプリですので、皆さんぜひ Android、iPhone でガルラジって検索してみてください、はい、アプリで私たちの写真付き番組レポートも見れちゃう、見れたりするするあするぞですよそしてそのサマー写真なに玉笹シスターズのご機嫌ラジオ秘密で聞くことのできるおまけトークのテーマをここで決めちゃおうと思います。はい、はい、ここに黄色い紙が、はい、7つあります。はい、指を刺すのじゃ、ドキドキ指を刺してかぶったらそれ、かぶんなかったら、まあ、投票でいきますよ、はい、せーの、あーこれこれ、うん、また双子が揃ったすごい、打ち合わせしてない、打ち合わせはしてないのに、すごい、さあそれじゃあ これでいき、いや、うん、違う、こっちで、あ、で逆にいいですよ、開けても、あ、じゃあ、え、そう、え、でも怖いよ、じゃあカナの番で、怒らないですよ、うん、カナに優しくしてね、可愛いからね、デイデイ、あカナに優しくしてはい、無理です、優しくできません、優しくしてねえ、一番引かないでって今日言ってたやつ早口言葉にチャレンジまあカナは審判だから、いや違う、これは中の人の問題なんで、もうやるんです、ミピも今日やった本番のやつと、うん、あとカエルぴょこぴょこと赤パジャマ、あ青巻き、あー、はいはい、美術室、美術室、手術室、なんとかなんとかなんとかっていう、なんですかそれは、初めて見た、手術室がいっぱいある、5個がありますね、あー、1つ、あーやる感じのやつか、うわー聞かない方がいいいや絶対今まあ気になる方はね、うん、ね、覗いてみてほしいな。あ、ちなみにさ、あのさ、双子が飛び交ったやつは、ね、何だったんだろう、あ、旅行に行くならどんな旅にしたい、今日の私たちのテーマがえ、すごい予選合ってる本当にすごいすごいな、面白い、面白すぎる、早口言葉二人とも頑張ってね、違います、やるんです、一緒に一緒にやるんですダメですということで早口言葉に決まりました、はい、はい、そしてガルラジではメールをいろいろ募集しております、はい、そう、物語本編であやみ、あやの、かながやっているラジオ玉笹シスターズのご機嫌ラジオでは、言葉の乱れは心の乱れ、探し出せ双子の殿堂入り、あやみのアイドルレッスン1,2,3 の各コーナーへのメールや皆様からの普通オタも募集しております。実際に送ってくれたメールが番組内で採用されるので、ぜひ送ってください、お願いしますそして私たちのフリートークが聞けるこの玉笹シスターズのご機嫌ラジオプラス、うん、アプリ限定の玉笹シスターズのご機嫌ラジオ秘密宛てのメールも募集しております。はい、メールはガルラジ公式アプリからお送りください。はい、皆さんたくさんのコーナーの投稿、ふつおた、ありがとうございます、ありがとうございます。結構たくさんのお便りが届いておりますので、はい、番組で紹介しきれなかったコーナー投稿や、うん、あの応援のお便りはガルラジ公式
ファンアプリ内にてご紹介させていただきますので。なるほど、チェックだな。はい、チェックしてみてください。はい、はい、ではでは、そろそろ別れのお時間です。わ、はい、続きはたまささシスターズのご機嫌ラジオ秘密でお会いしましょう。はい、ここまでのお相手はたまささあやみ役の柴田芽衣と、たまささあやの役の笹原優と、たまささかな役の赤尾ひかるでした。せーの、